こんにちは、吉谷さん。新潟の旅はいかがでしょうか。統一教会のことね、いろいろ情報やっぱり出てきましたね。統一教会は昔からいろんな問題があって、宗教でありながらいろんな家族をねぶち壊していくっていうことで、まあ悪名高いわけなんですよ。なんか合同結婚式みたいな感じで家族の幸せを重んじるという宗教の割には、実際にはこうやってね、今回の例みたいにいろんな家庭を破産させて、で発狂させたりね、狂人にしたりとかして、いやもう全然こう幸せにならないんじゃないかなというところがありますけども、それは個人個人の信心が悪いということでね、片付けられちゃうんでしょうね。で詳細を求めても、いやそれは神様が考えていることだから分かりませんねって、私たち人間にはとかね、なんか間違いを犯した時でも、いや人間は完璧じゃないですから、だから修行するんですよみたいな感じで、もうごまかし文句っていろいろあるわけですよ。で今回一冊の本が3000万円で信者の方に売られているとかね、しかもそれは4冊5冊まとめて買わせるんだっていうことで、もう完全に霊感商法であり、押し売りでありね、客観的に見るととんでもない盗賊集団だなと思いますけども、ただやっぱりね、強制されてやってるわけではないっていうのがこの怖いところなんですよね。だからそのぐらい人の思いをコントロールすることができれば、ワンサイドラブも成功しちゃうわけなんですよ。だからこっちはそんなこと思ってないのに、向こうには熱い思いをね感じさせちゃうみたいな感じですか。そして巧みに心理を誘導して、人に勘違いをさせるっていう力が宗教にはあるのかなと思いますし、これ別に宗教に限ったことではなくても、魅力のあふれる人ってね、やっぱ人をその気にさせる力があるんですよね。でやっぱこうリーダーシップって言いますけども、結局はこの人についていこうとかね、この人のために何かをやりたいなって思わせられるかどうかってことだと思うんですよ。で大抵の人はそのリーダーシップがないわけなんですよ。それはまず自分一人すら導いていけないからじゃないかなと思うんですよ。自分一人ですらね、なんかその私はね、前回の吉谷さんとの、対話でも腹をくくるって言いましたけども、これ多分ね、腹がくくれてないのはね、もうしょうがないのかなと、それは空襲があるわけじゃないしね、徴兵制度はないですしね、ほっとけば食事は出てくるしね、好きな時に寝れるし、結局は誰かが作った幸せの上にあぐらをかける環境にいる人ってのは、その危機感がないわけなんですよ。危機感がなければ行動意欲ってのは薄れていきますんで、明日でいいやになっちゃって、実際明日になって、そういう人生が10年20年と続くのかなと。だから日本っていうのは確かに戦後の復興からものすごいエネルギーで豊かになりましたけども、豊かな時代に生まれちゃうと豊かが当たり前なんですよね。そこに世代間の大きなギャップがあって、私もだから小学生や中学生の頃っていうのは、戦争帰りなんていうおじさんとかね、結構いましたからね。戦争でお父さんや夫を亡くされた未亡人の方とかも別に普通に近所にいましたんで、リアリティあったわけですよ。戦争から帰ってきた先生とかが授業が中止になった時にね、自分の戦争体験を語ってくれたりとか、それは怖いもんだなと思いましたし、食べるもんがないから人の死体まで食べたとか聞かれたらね、絶対戦争嫌だなと思いますよね。だから戦争ってのはいきなり起こるわけじゃなくて、前段階があるわけですよ。それこそ戦争が起きる千日前って言うんですけども、千日前に止めないから999日になって、それを止めないから900日になって、それを止めないから500日になり300日になり、だん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 近づいてくるんですよね。だからどこかでそれを止める手立てはあったのに、まさかそんなこと起きないでしょという人が大半だと、まさに危機感がないとね、危機感を持った人の声が陰謀論や異端に聞こえてしまって、果てはそういう人が逮捕されたりね、精神病院に入院させられたりするっていう歴史がこれからも繰り返されていくんではないかなと思うんですよ。だからね、軽く考えても10年後にもしかしたらこんなことが起きるんじゃないかなっていうふうに、危機に備えることができる人ってのはあんまりいなくって、なぜなら今日が危機を感じれないから、10年先の危機ってのはもっと薄らいじゃうんですよね。でもやっぱり吉田さんも思うように、商品を出して売り上げが思ったように立たないとやばいなと思うわけじゃないですか。やっぱどんなことをやっていても、今日までできたことが明日からできなくなるかもしれないっていうふうに感じれるかどうかですよね。まあそういうふうにポジティブシンキングっていうんですけども、これはネガティブに考えるわけじゃなくてね、もしかしたらやばいかもしれないってどこまで思えるかですよね。そう考えていくと、例えばね、自分の愛する人がいきなり五体不満足になってしまうかもしれない、その時にちゃんと愛し続けられるかどうかとかね、そういうことを想像する人ってほとんどいないと思うんですよ。
当たり前のように今と似たような30年後や50年後が来て豊かな老後が待っていると根拠もなく思うわけですよ。でも豊かな10年後とか20年後って今日から作らないと絶対に来ないですから、今日作れない人に10年後ってのは作れないですよね。だからそういうことを一つ一つ考えていくと本当に休んでる暇はないなとかね、寝る間も惜しいなとかね、人生は限られてるなとか思っちゃったりするんじゃないですかね。まあ今吉田さんはねどちらかというと余裕のある暮らしを送ってますけども、でもちょっとしたボタンの書き間違いで私たちも余裕のある暮らしどころか余裕の全くない暮らし、以前のようにマイナスをひた走るような生活が来ないとも限らないですよね。何が起こるか分からない、まさかそんなことが起きるわけないだろうって思うのが一番の敵だと思いますんで、まあ構図魔王知っていますけども、調子のいい時こそ油断しない方がいいかなというのと、大体得意分野で失敗ってのが起きますからね、用心したいと思います。それでは新潟楽しんでください。いってらっしゃい。